外にパワーあるね、こいつ。ビューティフル。さあ、行ったりましょう。さあ、この武器がどんだけ強いのかをお見せできたらなと思いますよ。さあ、どうしよっかな。開幕2デスしちゃいましたけど、まずやって。いた。いやー、負けていく。全然弾当たんなかったな。さあ、この遠距離を、やれた。ロングショット。まあ、比較的安定感がある武器みたいですね。サブマシンガンの中ではね。比較的、高レートで、まあ、反動も比較的落ち着いてますと。ダブルキル。いいよ。UAV 出そうかな。映んないなぁ。いるんだけどなぁ。これ、見られてるな。こっちから行くのはやめた方が良さそう。こっちから、行ってみようかな。いや、二人もいるのは聞いてなーい。二人ともゴーストだったのか。いやー、厄介だな、ゴースト部隊は。まあ、やっぱり強いですからね。レーダーに映らないっていうのはね。もうなんか、ずっと強いですけど。これ、後ろから来てね。危ねえ。これやって。へぇ、外れた。同じところから行くのは危ないよ。あー、見られていたー。リロードがちょっと遅いんですよね。打ち切った時は特にそうなんですけど、これは見られてんな。危ない。いやー、後ろの敵に全然投げ物が当たってなかった。くそー、難しい。投げ物ってもうなんか FP 吸ってやってるけど一生難しいんだよ。よっこいしょ。おー、ナイス、うまいね。一人やって、もう一人は OK。 ちょ、リロード早く。いやー、リロードが遅い。これね、リロードが早くできる、ベストもあるんですけど、それだとね、ストーカーブーツってやつがつけられなくなっちゃうから。いった。敵の攻撃を受けてる。痛い。痛い、なんかすげえ撃たれてるよ。危なーい。さてが俺のこと助けてくれた。いたー。なかなか相手強いね。さあ、ここから逆転していきたいところですけれど、うわ、全然見えない。これね、縦打たれちゃうと画面すごく揺れちゃうんですよね。だから本当は縦捨てたいんですけど。待てー。あ、ちょ、見えない。今のは危なかった。危なー。そう、本当はね、縦取っ払いたいんですけど。スナイパーのね、対策をどうしてもしないといけないから、その関係上で、まあ、つけざるを得ないって感じでつけてるんですけれど。あ、いてててて、いやー、いっぱい敵がいるね。しかし、リードを取りましたぞ。この調子で、このリードを維持したいところではあるが。ナイスカウント。ナイスウェーブ。映んないねー。うわー、マジ今のやれてないの。いやー、後ろから来ている。ナイス。あ、いたいたいた。いやーん、リスポーンしてます、僕。おー、やばいやばいやばい。今めっちゃエイムブレたな。さあ、敵どこだ。見えない、全然見えない。やった、まだいないか。いた、やった。あ、いていていて、リロード早く。おっしゃ、危ねえ。今のは危なかった。 UAV。 もうちょっとね、リロードのスピードがね、上がってくれればいいんだけどもね。なかなかそうはいけないと。どうしてもやっぱり装備の都合があるからね。中にいんのか。これ中入れないんだよな。危ない。うわー、見られてた。あー、いたのか。カウンター出して、座標をマークする。私、監視ヘリが出てるからな。この
うーん、見えない。いやー、やれなーい。くー、難しいね。痛い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 。一人やってリロードする。もう一人もやれた。オッケー。フラグ、危ねえ。リロードする。リロードして、大丈夫かな。ナイス、うまいね。この奥から来そうだよな。いった、クリアって。お邪魔しまーす。あれ、どこ行った。危ない。痛い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 。敵の攻撃を受けてる。おお、危ない。エネミーダウン。ナイス、盾、盾のおかげで助かった。カウンター出して、カウンター UAV を展開しろ。座標を出して、地球リーグを要請する。痛い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 。注射さしまーす。やべえな、ゴースト集団だ。敵がどこにいるかマジでわからんぞ。うわー、一人はやれたけど、この野郎、巡航見せろってお返しだ。おお、覚悟しろよてめえら。どこか行かな、そこでー。あれー、俺のか、俺の巡航ミサイルがこの世から消えたんだけど。困りましたね。許さねえぞ、こら。よし、やって。敵映ったんだよね、今。あいてててあいてててて。ナイス。よーし、勝ったぞー。今回味方がすごく強かったな。監視ヘリとかも出てたみたいなんで、かなり倒してくれてたっぽいですね。いや、それにしてもゴースト集団だったな、マジで。全然敵がいねえんだ。まあまあまあ、そこそこに死んだかなって感じではありますけれども、まあでも気持ちよく走って撃つことはできたかなって感じですかね。はい、ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この武器皆様どうでしょうか。ぜひとも、気になった方はですね、一度使ってみてくださいね。はい、ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。